シルクファミリーのキリュウです。今日はね、本当にいいものを作ってくださる方が来てくださっています。クイーンウールシルク無縫製腹巻きスパッツです。もうこれがね、本当にあったかいんですよ。で今回ちょっと新色が増えたので、そのこともお伝えしたくて、来ていただいて、喋る、はい、ちょっと変わったのがね、股上がちょっと長すぎるっていうお声がすごくあったので、はい、ちょっと減らしました。確かにね、私でもここまで来るんですよ、うん、ちょっとここがもたつくので、少し短くしてもらいました。ありがとうございます。これがね、一番あったかいんですよね、うちで今売ってる製品の中で。パイルのもあるんですけど、まあどっちかなってぐらいですね。で今回の新色がまたね、すっごく風合いがよく上がって、この風合い見てください。もうまさにカシミヤで、なぜこうなるかっていうと、これを編み立ててる糸もスーパージークイーンウールなんですよね、はい、もう本当にカシミヤと繊維長が変わらないぐらいの糸なので、もうすごいね、ふかふか感、本当に洗った後の状態で僕らすごく分かるんですけれども、うんうんうん、膨らみ方がもう本当に普通のウールと全く違う、すごいですよね、はい、本当にふかふか、カシミヤみたいな柔らかさ、柔らかさね、はい、手入れてももうすごいもんねこれ、はい、こんなにゆったりしてるので私も履けます、うん、機械の、使える幅、本当いっぱいいっぱいまで、いっぱいいっぱい、目数を使って、だから、ね、編み下がりは本当これの 1.5 倍ぐらいの大きさになるんですけども、それを、ソーピングと洗いで、綺麗な大きさに洗ってこのサイズにするっていうのが、うん、難しいですよね。そうですね、贅沢にたっぷり糸を使って、そうそうそう、ふかふか感もすごいしね、かなり贅沢な量を使って、いやー本当だわ、はい、私もそう思います、はい、で今回この色が増えた理由が面白いんだよね。柿のうちの担当の桃田さんっていらっしゃって、桃ちゃんって呼んでるんですけど、彼女すっごくしっかりしててチャーミングで可愛い方なんですよね。うちのお店にも来てくれて、彼女全然間違わない人で、いつもこっちの間違いをこれ違ってましたよって言ってくださる方なのに、なぜかこの糸を注文したのにこれが来てね、来ちゃって、はい、彼もあ、買ったのかなぐらいの感じで、なんか薄いのが来たよって思ってたんですけども、でサンプルで持ってきてくれて、はい、あれ違うでって言ったら、うん、やっぱり、はい、でももちゃんに連絡したら、あー間違えたって言われたんですけど、実際間違えてもらってよかったなっていうのが今の結論なんですよ。なんか糸って、天然繊維ってこう染める糸に色によって全然雰囲気が違いますよね、はい、そうですね。でこれがね本当にいい感じなんですよ、まあ、もちろんこれもこっち、まあ、きなりだから中がねタッサーシルク、ワイルドシルクなので、ちょっと健康にすごくいいっていう方向なんですよ。でこれとこれでいくと、まあ、ファッション的にはこっちのが使いやすいんだけど、ね、この風合いびっくりして、もう絶対新色にしようって、ももちゃんに、いやもう返品いいわ、これも作るわって言ってね、はい、作ることになりました。だからももちゃん間違えてくれてありがとう、本当に私これ履きたいもん、このすごいふんわり感、はい、やっぱりこれももちろんね、ふんわりもしてるしね、うん、まあ、伸びるのもこれもすごい伸びるね、はい、いい感じなんだけど、なんかこの優しい色がね、なんか私すごくいいなって今回思ったので、ぜひそれも紹介したいし、この柔らかさをねこう感じていただきたいなと思って、なんか喋ることないほか、はい、うちがシルクだよね、うちがシルクです、はい、ここのね股の部分がね、普通ホールガーメントってうちも最初のうちはちょっと分かんなくてね、いろんなことあったんですけど、もうすっごい綺麗にプログラミングしてはるからね、めっちゃ綺麗ですよねこれ、はい、本当にね、洗い方一つとっても、うん、本当いろいろ試して、うん、結果的にはこれ研究してここに落ち着いたという感じで、もう本当何シーズンもお客様にねこう、そうだね、してもらってるんで、
これ何年目かなって感じよね。そうですね、はい、4、5年目かな、多分 4シーズンか5シーズン目だと思うんです。そうですね、はい、もう本当にあの毎回ねどんどんあのより良くしていこうっていう気持ちでやってくださってるので、どんどん良くなっていくっていうのが私から見た彼の印象です。これからもねどんどんいいものをね、はいはい、ぜひあの作ってほしいなって思います、はい、いつもありがとう、頑張ります、いつもありがとうございます、はい、本当によろしくお願いします。じゃあ今日はこれくらいですかね、はいはい、また何かあったらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、では今日はこれで失礼いたします。